東門仏座像ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとは、タイの北部、スコータイ県シーサッチャ・ナーライに位置する、シーサッチャ・ナーライ歴史公園にある。ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとチャリエンとも称され、シーサッチャ・ナーライが、スコータ・イ王朝の副王ととなる以前、クメール王朝時代のトチャリエンに混流された、仏教人遺跡である。ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとは、 シーサッチャナーライ旧市街より東およそ2キロメートルヨム川の流れが湾曲した位置にある旧とチャリエンの中心地としてある。ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとは、チャリエンで最大かつ歴史的に最も重要な寺院である。寺院は、チャリエンがクメール王朝の支配下にあり、ジャヤーバルマン7世が統治していた12世紀末 -13 世紀頃に、 大乗仏教寺院として創建されたと考えられる。この寺院は、スコータイ王朝時代のラームカム平ン大王妃文に記され、また多くの歴史的記録が、アユタヤ、トンブリー、チャクリー王朝の時代に残されている。1958年、国王ラーマ旧世と王妃シリキッドが訪れた後、ワット・プラシーラッタ・ナーマハータートは、第一級王室寺院に格付けされ、 太陽室の庇護のもとに置かれた。寺院の敷地は東西250メートル、南北50メートルの長方形であり、通常は東側が正面となる。寺院の建造物はラテライトの周壁に囲まれていた。寺院の正門はクメールのバイオン様式を模した小型の門であり、四面の独特なブラフマーの頭部とともにカーラープサラスが漆喰の浅浮彫りで装飾される。 中央に高く立つ、東道は、クメール様式の東門をタイに取り入れた構造物である。当初、東道の様相は、バイオン様式であったとされるが、チャリエンが、アユタヤ王朝の統治下にあった時代、東道は、ボーロマコートにより、18世紀、現在のアユタヤ様式に改められた。中央の礼拝堂には、高いラテライトの支柱に囲まれた、大きなスコータイ様式の仏座像がある。 その左側には、スコータイ様式の歩く姿の仏像も見られる。東堂の後方には、文様式の大きな八角形の基願を持つ仏像の遺構があり、その南西には、よく保存された、仏像と仏立像が安置される。そのさらに西側には二体の仏像を安置した、もう一つの礼拝堂がある。また、敷地内には、小型のスリランカ様式の仏像が多く認められる。 ありがとうございます。